イエウヘン・フリホロビチ・ハチェリディは、ウクライナ・ザポリージャ州メリトポル出身のプロサッカー選手。ウクライナ代表、f c ディナモ・ブレスト所属。ポジションはディフェンダー。10歳の時に地元サッカークラブでプレーを始めた。その後、第16教育総合高等学校を経て、メリトポル教育大学に入学した。大学卒業後、SC オルコムメリトポルで、 プロキャリアをスタート。2006から07シーズン、FC ボリンルーチクにレンタル移籍。2007年夏、千万フリブニャで、ルーチク率に完全移籍。2008年1月、ディナムキエフに移籍。2009年10月10日にドニプロアリーナで、開催された2010フィーファワールドカップ、ヨーロッパ予選イングランド代表との試合で、代表初キャップ。 グループステージ最終戦のアンドラ代表にも出場した。ウクライナ代表はイングランド代表に次ぐ2位でグループステージを終えギリシャとのプレーオフに回った。アテネで行われたファーストレグは0から0のスコアレスドローに終わったがドンバスアリーナで行われたセカンドレグでディミトリオス・サルピンギニスにゴールを奪われ0から1で敗北、本戦出場はならなかった。 UEFA ユーロ2012では3試合に出場した。父親は、ポントス人を祖先に持つギリシャ系ウクライナ人である。ディナモキエフポック。ありがとうございます。